いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2019年モデルキャデラック XT5 クロスオーバーラグジュアリーをご紹介いたしますまず外装面の状態からですがボンネットに飛び石右フロントフェンダーに飛び石左フロントドアに線キズ 左リアドアに線傷キズがございます走行距離約3000キロと低走行なお車です外装色はステラーブラックメタリックインテリアはサハラベージュレザーが採用されておりますアメリカ社ならではのダイナミックかつ圧倒的なボディサイズと力強いフォルムでありながらアップルカープレイや Android a オートなど最新の技術が詰められた プレミアムクロスオーバーとなります。ヘッドライトには LED が装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、3.6リッター V 型6気筒エンジンを搭載し、最大出力は314馬力を発揮します。アルミホイルは18インチアルミホイルが装備されております。続きまして、リアご紹介させていただきます。 マフラーに関しましては左右2本出しのものが装備されておりよりダイナミックなデザインとなります合わせてトランクスペースの紹介ですトランクの開閉は電動で行うことが可能です十分な広さが確保しておりスーツケースを収納することが可能ですまた後部座席を倒すことでフルフラットなスペースの確保が可能となりより多くの荷物が収納可能となります 続きましてインテリアご紹介させていただきますシートは専用装備のサハラベージュレザーシートが採用されております運転席助手席ともにほとんど使用感がなく綺麗な状態を保っておりますステアリングはレザーステアリングが採用されておりマルチファンクション機能を搭載しお手元での操作が可能となりますまたクルーズコントロールが装備されておりますので長距離ドライブなどのサポートをしてくれます バックギアに入れていただきますとバックカメラが装備されておりますので安全に駐車していただくことが可能ですシフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されており走行モードに関しましてはセンターのスイッチにて走行モードを変更することが可能ですフロント両席にはシートヒーターが完備しており一年中快適なドライブをお楽しみいただけます後部座席につきましても目立った使用感がなく とても綺麗な状態でスペースも十分に確保されておりますまたこちらのお車は坊主製のスピーカーが搭載されており幅広い音域での音楽をお楽しみいただけます合わせて気になる車内の匂いですが特におタバコの匂い等いたしません今回は2019年モデルキャデラック XT5 クロスオーバーラグジュアリーをご紹介させていただきました俊敏性、居住性 エンンターテイメント全てが高いレベルを誇る XT5 クロスオーバーラグジュアリー専用装備でのインテリアはおしゃれな仕上がりとなっており高級感あふれる車内を演出いたしますアメリカ車らしい圧倒的なエクステリアと合わせておすすめの1台となりますお探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思いますよろしくお願いいたします